もうあれですよね、あいつ見てたらどうですか、もうラッスンゴルヤの動きじゃないですよ。だろうなっていうその気持ちのその分かりますよ。8.6 秒間追加です。声張れ、声張れ、オッケー、めっちゃ大きい声だからね。 8.6 秒間追加です。俺の声絶対違う、そっちの方を拾ってる、拾ってますね。だから1日やってみて、 8.6 秒間追加です。もう閉館までやってますよ。え、なんでそれもそれで面白いんじゃないですか。何でそんなバリエーションすんの？説明しよう。それもちょっと面白いですね。勝手にこれ、勝手にコラボ動画。じゃあどっかに動画ですよ。何かどっかに動画があるの？ラッセンゴレーキリゾートな南国ユーテの人間のいろいろあるよ。何万のトルプシェルで素直でも、あるやつはでも読めるんでしょうね。そういうことっすよ。だから、あれさまだからです。やすがすぎる。俺の、ヨタカさんが、これをやったら、だって今のブームっていうか、はい、なんつうかな、旬じゃないですか。旬のネタじゃないですか。そうですね、はいはい、調べますからね。そう。あの関連する動画に出てきますから。だから、これを本当はやんなきゃいけないんですよ。本当はそうですよ。だからその流行に乗るっていうトレンドに乗ってないんですよ。トレンドに、そうだ、そう、俺は全然トレンドとか乗ってないから、はい、トレンドに乗るためにあれとやっぱりあの、あったかいんだからをしないといけないんですよ。ああ、そうですね。それやりますか、今から。サングラスがないんですよ。しかも俺ラスゴリラしか知らないですから。途中わかんない、途中わかんない、値段の途中わかんないですから、全然見てない。俺あったかいんだから、俺あったかいんだからしかしないですよ。大きい声で、大きい声で、とにかく大きい声で、ポキポキポキ。いや、そうなんですよ、本当に。だからさ、あのマインクラフトとか、あ、そう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 、俺ら二人が共通するのは、うん、その世間の時代の波とかに全く乗ってない、うん、そうそう、それが問題ですよね。問題というか、まあ、トレンドをつかまないとやっぱ難しいですよね。伸びたい伸びたいです。それをやってないですね。やってないです。共通してるのはそうですね。俺とかそうです。なおさら俺のこと、俺もそ、俺のなおさらなおのことですから。カヤさんもだろ、男のほらスイーツとかその時はちょっとやってたじゃないですか。食品も買ってやってくるじゃないですか。ブラームっつうか、つかまあその話題になるような商品というか、話題になることもやってないし、あのゲームも一応やってるじゃないですか、日本人形、日本人形あれだから俺あれも一応ブームじゃないですか。ブームかな、取り上げられてるブームかな、一応あれでも去年ですよ、ゲーム出た確か。そんなに今ではない、半年ぐらい前でした。そうなんですね。でもほらマインクラフトだってそうじゃないですか。あ、そうなんですか、うん、もうわかんないですけど、マインクラフト、マインクラフトやるべきかな。やお、だからやった方がいいんじゃないですかね。俺もマインクラフトのふりをして日本人形やろうかなと思ってさあ今から家を作りましょうかねと言いながらあれをやるっていう内容全然違うっていう。これあと何ですか、妖怪ウォッチとかも流行ってる。いやー、流行ってんじゃないですかね。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん、ラッスンゴリラって何ですの、説明しろと言われましても意味わからないからできません。これしかないですよ、これしかないですよ。これコピーするしかないですよ。そうっすね、フルでリゾートな、マジな、南国言うてもいろいろあるよ。俺は恥ずかしくてできないですよ。テレが、できますよ、全然できますよ。え、マジで、いや、あの、いや、やり方知らないですよ。やり方って覚えたら全然できます、できます、はい、やっぱすごい勢いあるし、そうですね、うん、面白い、子供いいですよね。まあいいですよ、やっぱその分無邪気っていう武器がありますもん、無邪気っていう、大人だから無邪気っていう武器はもうゼロになるじゃないですか。その無邪気は違いますから、いや、俺らもこう無邪気その時に言えればいいんだ。もうあれですよね、あの今そこ見てたら、もうラッスンゴルヤの動きじゃないですよ。なんかあの1980年代ぐらいに流行った人のギャグのドリフターズとかの動き、ドリフターズとかの動き、なんかちょっと違いましたよ。
言ってもなんかちょっとスタイリッシュな感じじゃないですか、ラスンゴリラって。